じいちゃん、今日もいい感じですね。いい感じ。今日はなんかえらい女の子らしいやん。今日はちょっと女の子っぽくしてみる。ハート。じいちゃんはほんまいつでも可愛いな。そう、女の子。はい。俺の好みやわ。チョキリサチャンネル。今日はりーちゃんどこですか？今、神戸に着きました。はい、今日は僕たち神戸でデートをしたいと思います。そしてまず行く目的地はドン南京町の方。南京町行きたいと思います。ギリギリ天気を持ってくれそうやし、なんせ俺はもうお腹が空きすぎて頭が回らない。やばいやばい、致命的やぞ。食べまくるぞ。食べまくろ。食べまくり、歩きまくり、食べ歩き。おぶな、おぶな。いやマジ今めちゃくちゃヒヤッとした。今落としたらもうエグかったよ。今しかも俺の指輪こんなん、え、合ってる、これ合ってるか。なんかやって。かわいい、かわいい。今これ見えた瞬間テンション上がっちゃったね。りーちゃんシーサーだよ。どうぞシーサー。うお、よかったな、シーサーりーちゃんとコラボできて。逆。あ、よしよしした。うわすごい、こっちとかすごそうやね。OK、 じゃあちょっと食べます。なんかあ、ここや、有名な。あ、そうなん。並んでる。並ぼう。じゃあ見て、ほら全部並ん。これ全部そうなの。見ざる、見ざる、聞かざる、なんや今、喋らざる。喋らざる、あ、こうか。600円です。はい、200円のお取りと、ね、ありがとうございます。うまそうだぜ。うまそう。いいよ、俺は机になるから食べ。俺の手を机にして。いただきます。はい。絶対やばい、これ熱々。いや、気をつけや、肉汁な。ほんま、やけどするから。あ、おお、あ、おお、言うてる。肉汁で火傷してそうです。わあ。いいリアクション。なんかあんま喋らんところがガチでリアルでうまいやろ。じゃあ世界初小籠包が空を旅する映像を皆さんにお届けします。何がしたいかって？冷ましてるんや。彼女のために冷ましてるんよ、小籠包。こうしたら冷めるでしょ。マジ。はい、冷めたからお届け。はい、ちょっと聞きます。あ、はい、ありがとうございます。チョキリサチャンネル、チャンネル、チャンネル。はい、今からはカフェに向かいます。
南京町はもう暑くてギブアップしたのでもう行きません。南京町はさようなら。これ商店街がほんま涼しいのが今日の唯一の救いやね、うん、冷房効いてるもん。雨も降ってもここに避難してこれてるからなんとか雨宿りもしながら涼めるし、商店街はさまさまやな今日は。さまさま、さまさま、え、夏やからってこと？さまさま、さまさま、さまさまってこと？ってこと。ハイクオリティ、ハイレベルやね。はい、モザイクです。僕たち移動しました。歩いてきました。よう歩いたな、ほんま。大丈夫でした？大丈夫。暑いからちょっと一回カフェ入って涼もうね。海だー、すごいのびのびと。俺ら一緒に海入ったことないよな。ないなぁ。てか水着着たことなくない？ない。リサの水着姿ないよ。リーちゃんのキワキワの水着姿見たことないんだけど。リサの水着これやから。え？え、え、え、ってか喜びすぎやろ俺。え、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 言うてる。きれい。これはリーチは映えだよ。てか雨降ってきたな。やば、めっちゃみんな走ってる。これが滝あ、下から出た。いや、前やんか、なんてや晩ご飯です。串焼きました。大阪といえばカツでしょ。でしょ。楽しいもん。自分でこう揚げれるか楽しいね。あ、それは間違いない、うん、自分でつけて。そうで、からのパン粉しっかりまぶして油へ揚げていく。で、出来上がりました。出来上がり。そんな早いの？あの、さっき入れてました。あ、そっか。あの、できる。あ、なるほどね。できるように。とりあえず楽しみましょう。はい、いただきます。どうですか？めっちゃいいやん。ちょうどいい距離感と高さ。前の。はい、というわけで、帰ってきました。ここは僕たちの新居ではございませんが、今日はまあ、デートしてもう終わって、もう閉めようかなって言っている展開でございます。あのホテルは別のところがあるんですよ、うん、よかったら撮影見てください、はい、神戸楽しかったかな。楽しかった。小籠包うますぎたし、うん、めっちゃいい日やった、ね。
はい、じゃあ今日も動画見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。バイバーイ。だってさ、引っ越しましたー、イエーイってやってもさ、もう引っ越したんやみたいな、なるくない、うん、この感じなるな。ありがとう、止めるな、うん。